コンプライオアダイはアイルランドで生産され、イギリスで調教された競争馬である。2008年のグランドナショナルに優勝した。初出走は2003年10月のナショナルハントフラット。この競争で勝利を収めると4戦目のトリプルプリントハードルで重賞初優勝。続くチェルトナムフェスティバルのロイヤルサンアライアンスハードルでも4着となる。 翌2004、05シーズンはチェイスに転向し、ライジングスターズチェイスに優勝。ロイヤルサン・アライアンスチェイスでは、単勝4倍の1番人気に支持されたが、一旦先頭に立ったものの直線入り口で3番人気のトラボルガンに刺され、2着に終わった。そして、シーズン終盤は、スコティッシュグランドナショナル、ベッドフレッドゴールドカップに出走したが、 それぞれ途中棄権、6着に敗れた。翌シーズン以降は、長期休養もあり、なかなか勝てずにいたが、2007年12月の、ハンデキャップチェイスでクラウディレーンの2着に粘ると、続く33ハロンのハンデキャップチェイスを11、ストーン12ポンドのトップハンデで8馬身の差をつけて、優勝した。2008年のグランドナショナルは、 最終登録の段階で過去最高となる99頭がエントリー。ハンデが10ストーン6ポンド以下の馬は除外対象となった。その中で10ストーン9ポンドの金量で出走したポンプライオアダイは最終的にクラウディレーンと並ぶ単勝8倍の一番人気となった。レースでは1周目は中段の外を5番手前後で進み、2周目からはほぼ 戦闘に並びかける。そして、最終障害の飛び越しで戦闘を走っていた、スノーウィーモーニングをかわして戦闘に立つと、最後は2着のキング・ジョンズ・キャッスルに4打審査をつけて、優勝した。勝ち時計は9分16秒6。出走馬40頭中15頭が完走した。調教師のデイビッド・オパイプは、開業2年目での初勝利。 また父のマーチンパイプは1994年のナショナルをミネホーまで制しており不死制覇となった。2008、09シーズンは11月に復帰したが、初戦は途中棄権。2戦目も15等立ての11着と不調であり、3月のウィリアムトロフィーでは先行から粘り込みを図り、21等立ての7着となったが、 グランドナショナルでは11ストーン6ポンドの金量と、これまでの成績から単勝15倍の5番人気と、前年より評価を落としていたが、レースでは、昨年同様のレース運びから、最終障害を超えて一時戦闘に立った。しかし、直線手前で、副兵モンモムに交わされて12馬審査の2着となり、レッドラム以来となる2勝目を挙げることはできなかった。ありがとうございます。